野鉄観光株式会社は、和歌山県の貸切観光バス事業者である。略称はなく、そのまま野鉄観光と呼ばれている。1974年9月19日に、野上電気鉄道株式会社の全額出資主会社として、野鉄観光株式会社が設立され、1975年1月1日より営業を開始した。当初は、 本社が日方駅前の野上電鉄本社内に設置され、バス車庫も登山口駅構内で、野上電鉄直営の路線バスと共用するなど、社内分社化の意味合いが強かったが、その後業務拡大に伴う増資を何度か行った際、親会社である野上電鉄は経営上の問題から、増資分を引き受けることができず、第三者がこれを引き受けたことから結果的に、 独立経営へと移行する形になった。なお、野上電鉄の会社生産時には、その出資比率はわずか数パーセント程度となっていた。2016年10月に、第10株式会社から、オレンジタクシー株式会社を取得し、タクシー事業部として、野鉄タクシーの名称で、タクシー事業及び自動車運転代行事業を開始する。同社はもともと、 野上電鉄の関連会社だったの鉄、タクシー株式会社を1993年8月に、第10が買収したもので、出自を同一とする企業が経営を引き受けて、かつての名称が復活する形となった。本社は、国道370号線、境バイパス建設に伴う、土地収容により2017年1月に、和歌山市八棄1992番地に移転した。 同地には、一足早く関連会社のクリスタル観光バス本社、和歌山営業所が移転しており、同社と本社を共用する。自社単独では、近年のバス保有台数が20台弱で微増減する、和歌山県では中規模の事業者だが、後日の通りクリスタル観光バスを関連会社に収めたことで、グループでは、和歌山県で大手の事業者となり、主に、北を営業エリアとする。 特に近年大阪のベッドタウン化で人口像が見られるものの大手貸し切り事業者のない木の川筋に本社を移転するとともに橋本営業所を設置し営業を強化している逆に最も人口の多い和歌山市では有田鉄道等の県内同業者としのぎを削っている関連会社に野鉄商事クリスタル観光バスを持つ国産全車種が使用される 野上電鉄完全子会社の時代は、野上電鉄直営路線バスと同じ、デザインの濃淡2色の緑色のバスであったが、今は白色を基調に、緑色とオレンジ色で N をかたどったラインが入り、明るいイメージを強調している。なお、近年のクリスタル観光バスとの経営グループ化に関連し、一時期クリスタル観光バスより移籍したバスが、クリスタル観光バス旧色のまま、 会社名の表記をのてつ観光に変更して使用されていた。ありがとうございます。